星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。皆さんこんばんは、星持ち彗星です。皆さんこんばんは、田所あずさです。この番組は交わらない平行線な世界にいる VTuber である私星持ち彗星と声優田所あずさの2人がラジオを通じて声優と VTuber の垣根を越えて次元を超えていく番組です。はい、なんと千福が20回目です。おー、すごい、記念すべき回ですね。そうなんですよ、20回もう。そうなんだよ。で、20回目にしてね、うん、ここに来て、はい、なんと音質を聞いてお気づきの方もいるかもしれませんが、昨今の事情を鑑みましてリモート収録です。イエーイ割とね、コロちゃんとね、うん、ちょっとねラグがあってね、うん、いや、わかる。これは仕方ないことだよね。しょうがないね、よくあること、うん、しょうがない、よくある。え、コロちゃん、うん、なになんでさ、うん、あるあるだね、正直さ、うん、スイちゃんは、うん、こう自宅から配信みたいなのって慣れてるんじゃないかなって思ってる、うん、そう、あのね、同じようなこと聞こうと思ってて、コロちゃん慣れてないでしょみたいな、リモートは私慣れてんだよねみたいな言おうとしたんだけど、そう、結構ね、あの、うん、うちの事務所のことをコラボとかするときも、うん、まあ、大体がリモートでコラボだから、うん、もう全然慣れてますね。こうなる前からリモートをやってきたわけだね。そうだね。リモートに慣れた女。やっぱじゃあラグはあるの、その時も。え、何？その時もラグはあるの？あ、でもね、うん、1秒ないくらいかな。でも会話の1秒って結構長いよね。そうそうそう、結構長くて間の取り方がむずいけど、でも今コロちゃんマジ 1.5 秒くらいある気がする。そんなことないよ、めっちゃ食い気味で喋ってるよ。食い気味で喋ってて、これな、スイちゃんちの Wi-Fi が弱いんだ。そうかもしれない。マンションの共用 Wi-Fi だからそうかもしれない。あー、弱そう。コロちゃん今どこなんですか？お家？あ、今自宅です。自宅か。でも私最近 Wi-Fi を引いたから、うん、え、最近？最近 Wi-Fi 引いた。今まで、うん、入ってなかったの Wi-Fi。 うん。いやーい、雑魚だ。いや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 、そういう仕事してるのに雑魚 Wi-Fi 使ってる方が変でしょ。それはそう。ということで早速始めていきましょう。、星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル、今夜も平行線からスタートします。星持ち彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。改めまして、星持ち彗星です。田所あずさです。ということで、では近況もお話ししていきたいんですが、はい、スイちゃんは3ヶ月連続リリース第2弾である新曲かけろが先週公開されていましたね。そうですね、台本丸読み。いや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 、いいでしょうが。いつもスイちゃんがやってるでしょうが。いつもやってることをやっちゃったね。そう、真似したね。すごいね、3ヶ月連続。そうなんです。あと1段、うん、あともう1段ある。そうなんですよ、今月ね、8月にもう1段ありまして、うん、うん、MV が本当7月中に上がる予定だったんですけど、うん、ちょっといろんな事情があって8月の頭になりまして、で8月の中旬くらいにまた3曲目がリリースされるんですが、うん、さてどんな曲なんでしょうか。ワクワク。確かに。少しも教えてくれないんですか、ね、ちょっと予想してみて、コロちゃん、どんなが来ると思う。でもさ、うん、結構3時12分がさ、ゆったり系だったでしょ。そうだね。あ、でもゴーストか。ゴースト第1弾は第1弾はブルーローズっていうかわいいやつ。そうそうそう、かわいい、うん、疾走感、うん、ときたら、え、じゃあバラードなのかな。さあ、どうなんでしょう。バラード、バラードだ。
ではバラードバラードかどうかだけお答えしようと思います。あ、チキ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 、ででーん、バラードじゃありません。えぇーじゃあ被っちゃうよ。じゃあ他の2曲と被っちゃう。そう、なんかね、まあ、でも、結構私の曲の中では新しめな空気感ではあるのかなとは思ってますね。あー、楽しみ。バラードではないけど新しいんだ。そうそうそう、新しい感じ。今まで可愛い曲か、疾走感あるシリアスなロックかみたいなって感じだったんだけど、うんうん、この中間みたいな曲が出ます。え？可愛いロック？可愛いロック、まあまあそうとも言う。匂わせていく。正解だ、正解出しちゃった。さあ、楽しみだ。楽しみにしててください。あともう一個台本に書かれております。何ですか？8月25日に放送される日テレの番組、プロジェクト V 第2回に出演するみたいですね。はい、そうなんです。こちら日テレさんにお呼びいただきまして、そう、最近始まった VTuber の番組みたいなんですよね。へー、そうそう、なんか地上波に VTuber をこう浸透させるぜみたいな名目のもと、ちょっと始まった深夜の番組なんですけど、月1ぐらいでやってて。本当だ。そうなんです。で、これすごい、面白いのが、この打ち合わせの時にコロちゃんが、プロジェクト V 第2回、どういうことだろうって言ってたね。そう、今さ、しかも、リモートだからさ、携帯でさ、調べられるんだけど、その、プロジェクト V って検索欄に入れて、入れたら、一番最初に、ちょっと申し訳ないんですけど、私が出演してる方のプロジェクト V が頭に出てきました。モート取るな、モート取るな。すごい失礼しました。本当にジャッキー・チェンさんの映画なんですよ。それの吹き替えにちょっと参加してて、で、なんか第2回って書かれてるから、第2回って何と思って思うよね。スイちゃんは日テレさんの方のね、そうそう、日テレさんの番組の方に出られるということで。そうなんです。そちらもすぐ出てきました。このファリダ・シュルオハン。あ、そう、スイちゃんそっち調べてんの。スイちゃんこっち調べた。私の方これか、チョンコクラップの娘。ね、下手すぎない？アフリカで野生動物の保護活動を行っているんですね。日本語もダメじゃん。ちょっと難しかった。そうなんです、この横文字だらけなのが、チョンコクラップっていうな。確かに、まあ、どちらのプロジェクト V もよろしくお願いしますってことだね。そうだね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてコロちゃんはなんか急ではありますが、インスタライブしますとか言ってインスタライブしてたよね。何読み方それ。読み方急ですがーってツイート見てたからさ。そう、ああ見てたの。そう、そうなんです。初めてインスタライブをね、やりまして。あ、初めてだったんだ。あ、そうなの、そうなので、この間やってきたんだけど、そのみんなにはちょっと秘密にしてるんだけど。なんだ、いいのか。あのアーカイブをね残すつもりだったんだけど、あの私も、マネージャーのかなりさんもとにかく機械に弱すぎて、間違って消しちゃって、アーカイブなくなっちゃった。だから本当にみんなには、もともとアーカイブとか残さない感じでやってますみたいな雰囲気を醸し出しながら、本当に申し訳ないな。言っちゃったね、告白しちゃったね。そう、そうなの。ちょっと今後頑張ってやっていきますんで。え、何をどうしたらアーカイブ消すことになるんだ？いや、なんか全然わかんなくて、私はとにかくなんか言われるがままやってしまっていて、でマネージャーさんはなんか調べながらやってたみたいなんだけど、こうインスタライブを開始してから、なんかそのアーカイブを残すみたいな作業をしちゃってたらしくて、だからその事前にやっとかなきゃいけなかったのみたいで。あ、なるほどね。そう、終わった時にはあの
もう手の施しようがない状態でもうどうしようもなかったんですと。そう、どうしようもなかったんです。そうかまあまあまあ、でもリアルタイムの空気感でいたからね、アーカイブ残ってないの空気感でいったから、うん、きっとリスナーさんは気づいてないよ。うん、大丈夫。そうだね、うん、誰もきっと、そう、誰も気づいてない、誰も、バレてない、バレてない、まだまだこの会話を誰か聞くことがない限りは大丈夫、うん、え、これ家電でしょ、これこれ家電だから、そう、これそうだから電話、うちらがねちょっとだから ね違うはず。そうそう、誰も聞いてないから聞いてないそしてコロちゃんは、ブルーレイが出るらしいですね、はい、ライブの。はい、そうなんです、うん、この間4月3日にやったワンマンライブ、うん、完全配信で無料で配信したやつなんですけど、うん、それがついにですね、ブルーレイ化します。そうなんですよね。そう、それがちょっと僭越ながら私の誕生日にですね、うん、発売するんですけど。あ、そうなんだ、11月10日。そうなの、そうなの、そう、そうなの。おめでとう。あ、ありがとう。まだ全然まだ遠いけど、8月だけどバリバリ遠いけど。そう、そうか、そうなので、すごくブルーレイ、うん、そうだけじゃなくて、うん、結構いろんな特典とかもついてたりとか、うん、振り下ろしの写真とかもあったり、結構ね盛りだくさんの内容になってるので、すごい、ね、皆さんにもぜひよろしくお願いします。ぜひ。だって YouTube もアーカイブなんか1週間とかじゃなかったもんね。あ、そうなの、そうなのだよね。それはちゃんとアーカイブ残せましたこれはだってコロちゃんがいじったわけじゃないもんねそうだから私に任せたら、そしたら皆さんブルーレイぜひ買ってくださいというのと、あと私もツイッターでちょろっと見たんですけど、リアル脱出ゲームなんか私より先に言ってるじゃないですか。そう、ごめん、先に言っちゃいました。どうだった？野菜名のあのドームシティのやつなんですけど、うん、いや、めっちゃ楽しかった。いいな、どんな感じなの？いや、本当になんかね、結構4時間くらいかかっちゃって、うん、そんなに？ちょっと、そう、ちょっと舐めてたというか、もう私たちが解くのが遅いっていうのもあるんだけど、うん、なんか盛りだくさんで、すごいいっぱいいろんな、これでもかってくらい謎がいっぱいあって、そう、まあ謎解きなんだけど、うんうん、そうで、ヤシャ姫と犬ヤシャのボイスとかもいっぱい撮ってるし、聞けるんですけど、映像とかもあるんですけど、うんうん、基本的には知らなくても、うん、その謎解き自体は全然知らない方でも楽しめるものになってる。なるほど。そうなの。この脱出ゲームのさ、そうそう、環境っていうのは部屋の中とかなの？うん、うん、基本的に遊園地を、うん、なんかまあ、乗らなくてもいい方法はあるんだけど、乗ったら何か分かるみたいな、うん、アトラクションに。なるほど。指定されてて、そう、うん、何個か指定されてて、これの中のどれかをのに乗ったりすると、なんか問題が発生するみたいな感じになってて、だから本当遊園地と一緒になってやってるみたいな。うんうん、あー、なるほどね。遊園地の中を散策しまくって答えを探すって感じか。そうそう、そうだ、結構歩き回るから、うん、スニーカーとかの方がいいと思うし、うん、ヒールはやめよう。そう、ヒールはやめよう。だから観覧車とかを乗ったりしましたよ。おー、観覧車でなんかボイスが流れたりするの？うん、あ、観覧車はね、ないですね。あ、ないんですか。でも、ね、ただ単純に乗りたかっただけ？違う、それもこれもちゃんと謎解きのために乗って。ああ、あるんだ、ちゃんと。ああれかな、頂上に登った時に見える一番高いビルはみたいな、そういう感じのではないスイちゃん、変なこと言うのやめて。なんで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 スイちゃん、行ってからね、スイちゃん。あ、わかりました。わかりました、行ってきますね。変なこと言わない。そう、本当にそういう問題だったのかな。変なこと言わない。なんで一番高いビル何だったんだろうな。変なこと言わない。なんで。はい、じゃあちょっとここからはメールを紹介していきましょうはい、ラジオネームフェムフェムさんからのお便りです。スイちゃん、コロちゃん、どこせい。
どこせい、どこせい。先日行われたスイちゃんとリアクト所属の花バサミキョウちゃんとのツーマンライブチューバウトボリューム10、お疲れ様でした。2人の高いライブパフォーマンスに大変感動しましたが、中でもお互いのオリジナルソングをデュエットで歌う姿が特に印象的でした。お二人はお互いのオリジナルソングや普通に好きな曲でデュエットしてみたい曲はありますか？ぜひ教えてください。いつの日か二人のデュエットを聴ける日が来たらとても嬉しいです。おお、お、あ、そしてさらに同じようなメールが来ておりまして、うん、ラジオネームメンタンビンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。メンタンピンさんだ。うん、スイちゃんコロちゃんこんばんは。こんばんは。番組の回を重ねるごとにお二人の距離がどんどん縮まっているのが伝わり、聞いていて楽しいです。今後も軽快なトークを期待しています、うん、さてお二人の共通点として音楽活動が挙げられますが、うんうんうん、普段プライベートではどんなジャンルの曲を聴くことが多いですか？また今後こういう楽曲を歌ってみたい、挑戦してみたいなどありますか？そうで音楽系のね、音楽系ね、なんだろうな、ね、なんでしょうね。お互いのオリジナルソング、いやでもコロちゃんもなんか結構さかっこいい曲多いから、うん、なんかおしゃれかっこいい曲とか歌ってみたいなというのと、うんうん、実は私あの花向けの鳥をカバーさせてもらってて、そう、うん、なんかあのちょっと公式アイドルマスター公式さん的にはあれかもしれないけど、花向けの鳥一緒に歌いたい、うん確かに歌いたい。結構厳しいね、うん、ね厳しそう、ね、結構厳しい多分私個人だったらいいんだけど、あれは、うん、あの私の曲ではないからな。そうだよね、あれはそう、最上静香ちゃんの曲だからちょっと時空が変なことになっちゃう。そうだよね最上静香ではない戸所あずさとして歌うみたいな感じになっちゃうからねそうそう、なんか不思議な感じになって、うん、意外と難しいかもしれないけど、ね、でもああいう本当にザ・デュエットソングみたいなのは確かにね、うん、やってみたいよね。やってみた、あれめちゃめちゃいい曲で大好きです。ねえいいよね、私もすごい好きで、うん、そう。それこそこの間話してたけどさ、うん、もうデュエットソングとして作られたものを、うん、が作ってほしいよね、もう各井上さんに、うんもう指名なんだよね。叶えるのならば、各井上さんにね、満場一致で、うん、作ってもらいたいよね。なんかでこの前、うん、あの私がアルバムで、うん、あの収録しに行った時に、あの井上拓さんの曲の収録だったんだけど、うん、井上拓さんに、うん、なんかコロちゃんとのデュエット曲を作ってほしいみたいなことコロちゃんが言ってましたって言って、私がなんで私がコロちゃんが言ってましたってあのチクったらあの井上拓さんがめっちゃいいじゃないですか、作りますけどねみたいな言ってた別に作りますけどねみたいな、うん、言ってた。私の記憶違いでなければ、でもあんまりなんかあれだね、こうぜひって感じではなくてもういいっすけどって感じか。いや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 、あんまりあれ忙しいのかね。違う違う違う、いや井上拓さんのねなんだろう、うん、テンションがねいつもこんな感じだからあそうなの、じゃあ、そうそうそう、じゃあなんかめんどくさがってるわけではない、うん、全然そうじゃない、全然そうじゃないと思う。怖くなっちゃった怖くなっちゃったよ。ちょっと今度あの井上拓さん交えて3人で家電するかいや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 、レベル高いよでもなんか存じていただいていたんだな、びっくりした。それ知ってるでしょう、だってまあアイマスのね方だし、ね、あそうだよね、うん、確かに多分全然知ってると思う。あれだけど、あ、ないんだ。ありがてえな、直接会った、お会いしたことはない、うん、なんか今後ねミリマスでもオタク曲が出たらいいね、え、うん、本当に楽しみ。それは欲しい。その前に田所あずさんと星町水星で作ってもらおう。おおイエーイ、夢ですね。夢ね、ぜひ乗り気であってほしい実はここの中すげえ乗り気だったかもしれない。作る作る、わ怖い。本当本当だ。そしてコロちゃんは、はい、プライベートどんなジャンルの曲聴くんですか？はい、結構いろいろ聞いてしまうからな。わかる。なんだろうね、アニソンとかより J-POP？
あ、そうだね。なんか最近はね、BTS さんとか、aiko さんとか、あとミュージカルソングとか結構聞いてるミューね。ジカル、あ、もう好きだもんね。うん。そっだからジャンか。ルっていうよりで結構いろんなの聞いてるな。私もそんな感じです。ええー。なんか、なんだろうね、ジャンル、好きになったらもう好きな曲だからね。そうなんだよね。なんね、か、特にジャン縛ルられでたこ分けとてるっない。ていうよりかは、うん。好ね。きなうん。曲ですっていう感じだよね。確かに、好きな曲が好きな曲です。です。はい。そして、は続い。いて、ラジオネーム、ミリナノさんからいただきました。ありがとうございます。ございます。スイちゃん、コロちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。先日、長年使っていたヘッドホンが壊れてしまいました。仕方がなく近くのお店で代わりのイヤホンを買ってきたのですが、耳に合わずに結局使わずじまいになってしまいました。お二人はライブなどでイヤモニを使う機会が多いと思いますが、イヤモニを選ぶときや使うときに何か気をつけていることはありますか？ということで、そうなんだよ、コロちゃん。はい。うコロちゃんってさ、自分ん。専用のイヤモニってある？え、ある。え、あるんだ！え、逆にだってあれさ、うん。耳の形全員違うから自分のしか持てなくない？そうだよね。えー、どういうこと？あれってできるの？人と共有。いや、まあでもね、私も作ろうと思ってて、自分専用のやつを耳の型取って。えー、もう持ってると思ってそた。う、まだ持ってないの、ずっと作ろうと思ってさ、腰うが重ん。くて。えぇー！不思議。不思議。え、いつ頃作ったの、コロちゃん。え、私はでも、最う初は、アん。うん。イマスだと思う、多分。ああ。アイマスもで初めう、うん。て作ったんだと思う、多分。なるほどね。もう、アイマスそう声そう優ってそみんな自分専用のがあるの？う。あ、うん、持ってる持ってる。そうなんだ。みんなもう、しっライブかりに作っ出ててるる。方だけど。そうそう。私もその時はびっくりしたけど。やっぱみんな作るよそう。な。作んなきゃだよな。そうだと思う。そうなんです。だから私結構踊ったりもするから、うん。めっちゃ落ちるイヤモニ。ええー、それってイヤモニなの？ イヤモニですね。ええー、それめちゃ結め構ちダメゃ、だよね。そう、耳から落ちちゃって、汗ですっぽ抜けたりしないの？うん、するね。しますね。そうなんだよ。だからもうガチガチに養生テープとかで固めて見えないように。そう。 そんなそう感そじですかね。う。はい。はーい。そんなわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き私たちへのメッセージをお待ちしております。押松彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。お送りしてきました。星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブル。今回の平行線が交わったかわからぬままエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラス星町彗星、田所あずさ、平行線スクランブルまで。メールの場合はすべて小文字で すいころアットマーク JOQR.net、 すいころアットマーク JOQR.net、 すいころの綴りは SUIKORO です。公式ツイッターもありますので、そちらもチェックしてくださいね。また本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 V&R チャンネルにアップされますので、ぜひチェックしてくださいね。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。同じ間違いしたね、コロちゃん。この前何でしと、ょう、この前と何でしょうか。 SUI って急に読み始めたけど笑っちゃっあた。れ、だってすごい太字で書いてあるんだもしかもさ、なんか SU なのにさ、SA って言わなかった？ん。いや、いいじゃん、そこは。 言う今な日よ、のと放送いかがでしたかって聞いてるの。 今日の放送は。リモートって大変ですね。 いや、
なんか大変な割に喋ってしまったそうだね、今日喋りすぎてね、コーナーが潰れました。潰れました、久々にね、久々に楽しかったですね。ま、来週かな、ね、来週もまたリモートですんで、うん、再来週にはまた顔見て喋りたいですね、はい、そうね、どうなることやらですがね、わかりませんが、じゃあ最後にお知らせありますか、うん、はい、じゃあまずコロちゃんからいきます。2021年11月10日水曜日に、うん、あずさたどころライブ2021ウェイバーライブブルーレイが完全生産限定版としてランティスより発売となります。ぜひぜひお楽しみに。そして私が瀬田香織役として出演する劇場版バンドリーフィルムライブセカンドステージがいよいよ8月20日金曜日から公開されます。ぜひご覧ください。はい、ではスイちゃんから。はい、8月7日18時に新曲かけろーの MV を水星チャンネルにてプレミア公開しました。3ヶ月連続リリースの第2弾として疾走感あふれる曲となっておりますので、こちらもぜひご覧ください。そして8月25日水曜日の25時4分から日本テレビの VTuber 番組プロジェクト V に出演します。プロライブからは私の他に天音かなたともうすずねねも一緒に出演します。ぜひご視聴ください。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は星町水星と田所あずさでした。バイバイ、バイバイ。